スキルがなければレベルを上げる99がカンストの世界でレベル800万からスタート、星2。幼馴染の仲良し3人組がスキルガチャをしたら、イキリ君は勇者、もう一人は聖女と大当たりを引く中、主人公だけは何のスキルにも恵まれなかった。それによってイキリ君からもうお前なんか友達じゃないと切り捨てられて吊り橋から落ちたら優に出会って、優に精神と時の部屋で修行してもらったら人類の限界を突破しレベル800万まで育つ。育った力でレベル100万くらいの地球を片手まで滅ぼせるくらいの悪霊を仲間にしたり錬金術師のメスを自分の審判にしたりとやりたい放題をしつつ片手までイキリ君や知り合ったバカな王族たちをザマーするシナリオ。この漫画のディモールとベネな部分はほぼ勢いのあるギャグ漫画でありザマーされるカマセイヌたちがとてもおバカで魅力的なカマセイヌに仕上がっているのでカマセイヌたちのイキリや迫害が胸くそ悪く感じることもなくいい感じで読者にゃー、こいつこれからザマーされるカマセイヌねと示唆してくれるので安心して読んでいられます。主人公1には錬金術師が一晩でロケット作ったりドラえもん地味た道具を作ったりとチート地味てぶっ飛んでいるのですが出てくるカマセイヌもぶっ飛んだ性格をしており、笑い飯のボケ VS ボケのような勢いのある笑いを提供してくれます。ナロー系で面白いギャグ漫画を読みたいならとてもおすすめ。